ソロライブに来てくれてありがとう。ミューズのライブとは違う、綾瀬えりのソロライブで何をしようってずっと考えていたの。私はバレエが得意だから、今日は一つの物語を紡ぐようにパフォーマンスしてみようと思っているの。ダンスや表情から私の心を汲み取ってもらえたら嬉しいな。みんなの声がたくさん聞こえる。ありがとう。一人でステージに立つことに少し不安もあったのだけど、こうしていると一人じゃないことを実感するわ。今日は私の声だけじゃなくて私の心まで届けたいと思っているの。ソロライブ最後まで楽しんでいってね。こうしてソロライブを実現できたのも君のおかげね。本当にありがとう。今までは9人で一つのライブを作り上げてきたわ。でも今回は9人が自分のやりたいことを見つけてそれぞれのソロライブを作り上げたのよね。9人合同だったからこそ頑張れたっていう面もあるかもしれないけれど、みんながソロライブをできたことは自信になったと思うわ。お姉ちゃん、アリサ来てくれたのね。お姉ちゃん、ライブすごく良かったよ。ありがとう。前に話したかしら、妹のアリサよ。はじめまして、綾瀬アリサです。あなたに会ってみたいって思ってたから今日は会えて嬉しいです。はい、アリサはお姉ちゃんが好きだから、あなたがお姉ちゃんをサポートしてくれてるって聞いて会ってみたいと思ってたの。ちょっとアリサったら、ごめんね、気にしないで。お姉ちゃんのことを大切に思ってくれてるから今日は素敵なライブになったんだと思います。アリサも見ててお姉ちゃんは素敵だなって思ったの。もう二人とも私を甘やかすつもりね。今日は遅いからもう帰りましょうか。私たちは着替えてから帰るわ。君は先に帰って休んでね。よくわかります。あなたとは気が合いそうな気がするな。